Cool. Ah. Ah. Doya. Thank you.
ああ。 どうや？ ほな。
なんだてめえは。高越のところから盗んだ宝返してもらおうか。バカが、こんなところまで、わざわざ取り返しに来るとは心残った。身ぐるみ剥いでやるぜ。来い。 Thank you.
Thank you.
なかなかやるやないか。誰やお前は。お前が宍戸売剣か。そうや。お前はまさか。ああ、真島。真島、生きていたのか。誰やそれ。おわしんことか。 真島じゃないのか。ちゃうで。俺を覚えてないのか。俺は<笑>あんたが誰とかどうでもええわ。それよりわしの宝取り返しに来たんやろ。俺ら、はよかかってこんかい。真島、お前、うわ、かかってこんのやったら Huh!
마지막이야. 오타카라 가이스 멋대기. 나니? 엄마와 오타카라 난소 도대모 에네. 하? 와시와 強い やつと 戦うのが 好きなだけなんや. 안타와 強い. せやから お宝は 返す. お前何を言ってるんだ? なんや いつの間にか 族の親分みたい になってしもうたんやけど ほんまは お宝とか そないなもんは どうでもええんや. せやけど わしも 子分の連中 食わしていかなあかんてまえ こうして 盗みを 繰り返してるっちゅわけ. あんた、いつから族に? ああ、よう覚えてないんやけど 4年くらい前やな。 それより前は何をしていたんだ? それがようわからんねん。 何? ほんまやて、よう覚えとらんねん。 どういうことだ? わしは4年くらい前に拾われたらしいんや。 拾われた? 誰にだ? シシドっちおっさんや。 わしはそのシシドっておっさんに拾われて 命を救ってもらったんや。 それでシシドバイケンと名乗っているのか? そや。 わしはそれからそのおっさんに鎖鎌を教え込まれ 無理やり族に入れられたんや。 それで? ああ、それでその後 おっさんは死んでしもうて、いつの間にかわしが族の親分になってしもうたってわけや。 あんた、本当に記憶がないのか? まあ、今はこうして元気にやっとるから問題ないんやけどな。 ってなんで兄さんさっきからわしのことばっかり聞いてくるんや? いや、別に。 まあ、とにかくお宝返すから早持っていき。 なんかあんたとは気が合いそうな気がするな。昔からの友達みたいや。ああ、俺もそんな気がするぜ。ああ、せや、兄さんの名前聞いてなかったな。こうして知り合えたんや。せっかくやから名前教えてや。キリュウ。 桐生一馬之助だ。そっか、ほなら桐生ちゃんやな。また会いたいの。<笑>俺は祇園で駆け回りをしている。これも何かの縁だ。もし祇園に来ることがあったら案内してやってもいいぜ。祇園か、ええな。ほならまた別の金持ちからお宝盗んで金貯めなあかんな。 ほな、今度必ず遊びに行くで、ゲリアちゃん。じゃあな。やめて!
入ったか。無事に宝を取り戻してくれたみたいだな。大したやつだぜお前さんは。約束だ。宮本武蔵について教えてくれ。ああ分かった。まず宮本武蔵という男の名が俺の耳に入ってきたのは5年前、関ヶ原で徳川の結城秀康を暗殺した犯人としてお尋ね者になった。徳川は躍起になって武蔵の行方を追ったが、結局捕らえることができなかったと。まあここまではお前さんでも知ってるような有名な話だ。だが最近になって武蔵の目撃情報が相次いでいる。各地の有名な剣術道場が次々に道場破りされているらしい。その道場破りの名乗った名前が宮本武蔵か。それが関ヶ原にいた武蔵と同一人物かどうかは不明だ。その道場破りをしている武蔵は今どこにいるんだ。悪いがそいつはわからねえ。何？話が違うじゃねえか。居場所はわからないが、
次に現れそうな場所なら見当がつく。どこなんだ。それを話す前に一つ聞いていいか。なんだ。お前さんどうして宮本武蔵を探しているんだ。どうしてそんなことを聞くんだ。宮本武蔵ならいるじゃねえか。今ここによ。な、その様子だと図星みてえだな。あんた分かっていたのか。いや、そうじゃねえかとは思っていたんだがな。どうして俺が武蔵だと気づいたんだ。これを書いたのが俺だからよ。これは徳川の手配書。そうだ、俺は数年前徳川家からの依頼を受けてこの手配書の人相書きを引き受けた。見たことも会ったこともない人間の特徴を聞き、それを絵にする。正直この絵が本物の宮本武蔵に似ていたのかどうかは分からなかったが、今日お前さんに会った瞬間ピンときた。そうだったのか。まあ今となっちゃこの手配書のことなんか誰も覚えちゃいないだろうが、俺は絵を描いた張本人だからな。思い出しちまったってわけよ。どうするんだ。俺を奉行所に突き出すつもりか。安心しろ、俺は情報屋だ。武蔵が武蔵を探す理由、それが知りてえだけだ。本当だな。言っただろう、取引で嘘はつかねえってな。分かった。じゃあ話を元に戻そう。どうしてお前さんはもう一人の宮本武蔵を探しているんだ。実は敵討ちを頼まれたんだ。宮本武蔵を殺してくれってな。敵討ち。ああ、だがその敵討ちの相手は俺じゃない。別の宮本武蔵という人間だ。なるほどな。あんたさっき武蔵が次に現れる場所を知っていると言っていたが、それはどこなんだ。吉岡道場だ。吉岡。京に吉岡ありとまで言われるほどの名門道場だ。奴はそこを次の道場破りの標的に選んだらしい。先日道場に宮本武蔵からの果たし状が送られてきたという話だ。そこに行けばもっと詳しいことがわかるかもしれねえ。わかった、行ってみる。だが気をつけろ、剣士たちが集まる道場ともなれば過去のお前を知っている奴がいるかもしれないぞ。ああ。そうか、吉岡道場に武蔵が。はあ、果たし合いを申し込んだらしい。ふーん、吉岡か。で、お前どうすんだ。吉岡道場に潜り込む。え？潜り込むってお前。こうなったら入門するしかないだろう。門下生となって果たし合いの情報をつかむ。入門するってお前、吉岡の入門試験のこと知ってんのか。入門試験。ああ、吉岡には皇帝って呼ばれる師範代がいてな、そいつらと試合をして認められないと入門できない仕組みなんだ。そうなのか。いくらお前さんが強いって言ってもな、そりゃ擬音の中の話だ。剣士相手に剣で戦うとなるとな、
大丈夫だ。俺は負けない。違う、そういうことじゃねえんだ。え？吉岡は名門中の名門道場だ。強ければ入れるってもんじゃねえんだ。じゃあ何が必要なんだ？剣士としての格だ。格？ああ、吉岡ほどの道場になれば、さまざまな流派の免許改伝を受けた剣士が集まってくる。いくらお前が強いと言っても、誰か高名な剣士の推薦でもなければ門前払いは食らっちまうんだ。じゃあ入り込める余地はないと。ああ、いや待てよ、あいつを垂らし込めばうまくいくか。どうした、何かいい考えでもあるのか。ああ、策がねえこともねえ。教えてくれ。実は吉岡っていうのは二つの派閥に分かれてんだ。二つの派閥？そう、一つは当主である清十郎を中心とした古参の派閥、そしてもう一つが清十郎の弟である伝七郎を中心とした若手剣士の派閥だ。兄弟で仲違いでもしているのか？まあ平たく言えばそうなんだが、話はもっと複雑だ。話は変わるが、お前剣法染めって知ってるか？いや。今祇園でも流行ってる染め物だ。実はこの剣法染めっていうのは吉岡家のもう一つの生業でな、兄の清十郎が家業として営んでる。それが何か関係あるのか？つまり吉岡は剣だけじゃ食っていけない状況だってことだ。金がないと。ああ、だが剣をないがしろにし家業に勤しむ清十郎をよく思わない連中が大勢いてな、その筆頭が弟の伝七郎ってわけだ。そして今道場を切り盛りしているのはその伝七郎、つまり伝七郎の派閥にうまく入り込まれやこう目が見える。で、伊藤さんの一計ってのは？賄賂だ。賄賂？ああ、今話した弟の伝七郎の派閥の中心人物に祇園当時ってのがいる。祇園当時？うん、仲間内じゃ当時って呼ばれてるらしいが、かなりの遊び人でな、うちの店にも結構なツケがある。つまり金回りが悪いと？ああ、うちの店の駆け回りが集金に行ってもいつも追い返されちゃう。何せかなり剣の腕が立つ男だからな。じゃあその当時に近づけばうまく道場に忍び込めると？ああ、金をちらつかせばうまいこと門下生になれるかもしれんぞ。わかった、とりあえず当時という男に接近してみよう。ああ、それだったら今夜うちの店に来い。鶴屋に？ああ、当時のやつ最近うちの店の女に入れ込んでいてな、毎晩のようにやってくる。座敷の途中俺がうまく店の裏口に誘い出すから、お前はそれまでに金を用意しておいてくれ。いくらくらいだ？まあとりあえずそうだな、2両ってとこだろ。わかった。
ざけやがって。咲き上がって、うん、たらーさっさっ出るよ出るよ出るよたらーさっ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 たらーたらーさったらーさったらーさっ出るよ咲き上がってThank you.
さあ。おはる、あんたカムロのくせして英度胸してるな。ほんまや、ろくにお座敷の作法も知らへんのに、お客さんに色目使うてみたりして。なんや、言いたいことでもあるんか。なんか言うてみたらどうや。え、私はなんや。色目なんか使ってません。なんやその目は。やめや。ね、姉さん。あんたらお座敷の合間にこないなとこで油売ってる暇ないんとちゃうか。いや、それに新米のカムロ相手にこないに怒り散らすやなんて。でも姉さん、この子まだカムロのくせにうちらのお客さんに色目つこうて。黙り。客取られてガタガタ言うようやったら、あんたらいつまでたっても心臓止まりやで。鶴屋の看板背負って働くんやったら、もっと自分を磨かんかい。はいはい。分かったら、あよ店に戻り。すいませんでした。うちはお座敷に戻るわ。あんたも体洗ったらすぐにお座敷に顔出しや。何してんだお嬢ちゃん。なんだ、泣いてんのか。いや、なんでもないです。お前新入りか。名前は。おはるです。おはるか、いい名前だ。お前まだカムロなのか。はい。そうか。俺がお前を買ってやろうか。え？俺の女になれ。お前をこの町で一番の女にしてやる。どうだ。え、その、ちょっと待った。お前は。あんた、祇園杜氏さんか。そうだ。俺が桐生だ。伊藤さんに頼んであんたを呼び出した。ああ、あんたが桐生さんか。失礼します。邪魔されたな。あのカムロを手なずけ損ねた。すまない。で、桐生さんだっけか。俺に何の用だ。実はあんたの力で吉岡道場に入らせてもらいたい。吉岡に。ああ、どうしても吉岡道場に入って調べたいことがあるんだ。
調べたいこと。あんた何を企んでる。今は話せない。とりあえず入門できるかどうかが先だ。二両か。安くない心づけだな。それでどうにか取り継いでもらえないか。いいだろう。なんとかしてみよう。そうか、恩に切る。だが俺ができるのは入門の推薦だけだ。入門試験を突破できるかどうかはあんたの腕次第。ああ。あんた剣に覚えはあんのか。昔な、少しかじった程度だ。かじった程度か。まあいい。試験を受ける準備ができたら俺に声をかけてくれ。昼間はいつも道場の前にいる。わかった。気張りすぎて吉岡の可愛い門下生殺さないように気をつけてくれよ。ん？じゃあ。
らずの若造が。こいつ。知らずの若造が。Thank you.
Thank you.
ほど知らずの若造が。Come on.
己の未熟さを知るがいい。終わりだ。
夏の虫やね。
あいつは吉岡道場皇帝の一人、上だ。今の吉岡で1、2を争う実力者だ。ふん、すごい。あんたの相手はあいつだ。どうする？今日はやめておくか？いや、やる。まあ、あんたなら上田といえども相手にならないか。ん？せっかくの機会だ。あの関ヶ原から生き残った実力見せてもらおう。あんた、まさか。次はおらんのか。俺が出よう。私の負けだ。素晴らしい。先生。いや、そこもとの腕前は誠に素晴らしい。ぜひお名前を。桐生一馬之助と申します。桐生さんですか。いや、本当に見事な剣さばき。まさか上田を倒すとは。あなたは？これは失礼。私、吉岡道場の師範を務める吉岡伝七郎と申します。いや、しかし本当にお強い。これほどの腕前のお方が我が吉岡にご入門いただけるとは。それほどでは。ご謙遜を。して桐生さんはどちらの先生にご指導を？いや、それが
特に死と言えるような人は。ご冗談を。本当です。ですから吉岡道場でご指導を仰ぎたいと。それはまかりなりません。どういうことでしょうか。桐生さん、ここは京随一の名門吉岡です。かつては足利幕府の師範代を務め、先代憲法の代から今に至るまで最強の名を欲しいままにする道場です。いくら強いからといって出自の知れない浪人を門下に加えることは、たとえ私が許したとしても吉岡の歴史が許しません。良いではないか、伝七郎。兄者。剣に秀でた者たちが集まり、日々切磋琢磨する。道場とはそういうものだ。いや、兄者、しかし。入門させてやれば良いではないか、この者を。あなたは確か桐生殿と。はい、私が当主の吉岡清十郎です。兄者、本当に良いのですか。このようなどこの馬の骨でもわからない男を入門させて。良いではないか。こうして上田にも勝ったのだ。兄者は本当に吉岡のことを考えているのですか。このようなことを許せば吉岡の権威は失墜し、ゆくゆくは門下生からも見放されてしまうのですぞ。あ、いや、よかろう。ならばこの私が桐生殿の相手をいたそう。先生。構わぬか、桐生殿。ああ、これは兄者。先生。剣士というものは常に生死の境に身を置くもの。真剣を持って勝負をすればおのずと本当の力がわかる。桐生殿、ご依存はあるまいな。はい。いざ。
なかなかやりますな。そこまでだ。もう勝負はついた。そうですよね、清十郎先生。ああ、これでよいな、伝七郎。はい。伝七郎さん、弟が無礼を申したようで失礼しました。いえ、私が入門を認めます。これからも吉岡をよろしく頼みますよ、桐生殿。はい。それでは私は家業の方に戻りますので失礼。よかったじゃないか、これであんたもこの道場の一員だ。ああ。どうしたんだ、あまり嬉しくないようだな。名門吉岡ってのはこんなもんなのか。ん？あの吉岡清十郎という男、剣の腕はすごいが、本気で俺を倒すという殺気がなかった。あれでは戦場で蚊も殺せやしない。あんた結構人を見る目がないんだな。何？これを見ろ。そうだ、清十郎さんは刀を選ぶときわざとそれを選んだ。あんたを間違って殺さないようにな。なぜだ。多分あんたのことが気に入ったんだ。俺を？そうじゃなかったら何年も剣を握ってない清十郎さんが手合わせするわけがない。まあ殺されなかっただけよかったじゃないか。あれが吉岡清十郎か。さあ、これであんたも晴れて吉岡の一員だ。ああ。ところであんた、俺に何か言いたいことがあるんじゃないのか。なんだ。俺の正体を知っているようだが。ああ、そのことか。いつ気づいたんだ。最初から。最初？ああ、あんたに鶴屋で会った瞬間から。俺は何年も前からあんたのことを知ってる。どういうことだ。関ヶ原、丸目長吉、そこまで言えばわかるか。え？俺は5年前関ヶ原であんたに会ってる。あの丸目長吉が集めた舞台に俺もいたんだ。なんだと？まあ知らなくても無理はない。俺は特に目立つ存在じゃなかったからな。なぜあんたが関ヶ原に？あんたと同じ理由だ。俺も名声を手に入れるため
悪めの誘いに乗った。だが俺は途中であの場を逃げ出した。逃げ出した？そう、どうもあの作戦に裏があるように感じてな。昔から俺はそういう勘が働くんだ。じゃああんたは作戦の前に姿を消したと？ああ、俺は難を免れ京へと帰った。そして吉岡道場へ入った。関ヶ原で得られなかった名声を得るためにな。そうだったのか。俺の話はいいとして、あんたもっと心配することがあるんじゃないのか？俺のことか？ああ、あの関ヶ原で結城秀康を切り殺した重罪人宮本武蔵。その宮本武蔵が祇園で名を変え生きている。こんなことが公になったら天下の一大事だ。まあ心配すんな、誰にも言わない。あんたには吉岡の門下生としてやってもらわなきゃならないことがあるからな。俺に？今吉岡に宮本武蔵から果たし状が送られてきてる。そのことは知ってるか？ああ、俺はその噂を聞いてあんたに近づいたんだ。俺の名で果たし状を送った奴を突き止めるためにな。そうか、じゃああの果たし状はあんたじゃない別の人間の仕業だったということか。それなら話は早い。実はあんたにそいつと戦ってもらいたいんだ。何？あんたに吉岡に果たし状を送りつけたもう一人の宮本武蔵と戦って倒してもらいたいということだ。なぜ俺が？知っての通り、当主の清十郎さんはあの通りの人だ。家業に興味はあっても果たし合いなどに興味はない。となると戦いに行くのは伝七郎さんということになる。その話のどこがおかしいんだ？伝七郎が戦えばいいだろう。それではダメなんだ。実は伝七郎さんは驚くほどに弱い。え？伝七郎さんは真面目だ。門下生の面倒見もいい。多くの剣士を抱える吉岡道場を剣一本で支えていく腹積もりだ。だが剣の才能が全くない。果たし合いなどしたらすぐに殺されてしまう。つまり伝七郎が死ぬとあんたたちの派閥の頭がいなくなってしまうと？そうだ。今伝七郎さんに死なれたら吉岡は終わりだ。清十郎さんが当主のままでは家業ばかりに専念し道場を潰しかねない。そうなれば俺たち皇帝は食っていけない。そうか、つまりあんたはいずれ伝七郎を吉岡の当主にしようとしているのか？ああ、そのためにはどんなことをしても伝七郎さんを守らねばならない。だからあんたにもう一人の武蔵を倒してもらいたいんだ。事情は分かった。だがもし俺が負けたら？まあそんなことはないだろう。あんたほどの実力者世の中に何人もいない。だが万が一あんたが負けるようなことがあったら死人に口なし。あんたのことを利用させてもらう。俺の素性をバラして結局吉岡が宮本武蔵を倒したというんだろう。まあそんなところだ。じゃあもう一人の武蔵はどうするんだ？今はそこまで考えてない。ふん、あんたのことだ。その時はその時でいろいろ策を練るんだろうな。
ようやく俺の本性が分かってきたようだな。ああ、食えない男だ。だがこの話、あんたにとってもいい話のはずだ。素直にもう一人の武蔵と戦うか、今正体をばらされて吉岡を去るか、どっちがいい？分かった、あんたの話を飲もう。これで契約成立だな。これからは俺はあんたの味方だ。よろしくな、桐生さん。